こんにちは、スタローンです。今回はですね、こんなのとかね、こんな感じのウッドガスストーブ専用の五徳、これをね検証してみたいと思います。前回作ったね五徳、ここに一式持ってきました。本当に使えるのかどうかね、私もねまだ一回も使ったことないんですよ。なのでね、今日ねしっかりここで検証してみたいと思います。まずね、組み立てるところからやっていこうかなと思います。はい、出来上がりました。3種類のウッドガスストーブといってもね、何が違うというわけではありません。中に入っている缶の高さがね、缶の高さが低いもの、そしてこっちはね上にちょこっとだけ出てますけれどもね、中の缶の高さがちょっとだけ高いもの、そして右端ね、これは今回初登場になるかと思います。中に入っているのがアルミ缶です。こっちはね全部スチール缶なんですね。ここだけアルミ缶、そしてアウターの缶がねスチールなんですね。これね、いつものように千枚通しで下に大きな穴を開けています。そうすると内側にね結構大きな針ができるんですよ。そうするとアルミ缶をこうやって入れた時ね、ここにねほとんど隙間がないもんですからね、結構ギリギリの寸法で入っていくんですね。そうするとここにね大きな針がありますから、缶がね下まで降りませんでした。ということはですね、横に大きな穴をね開けてもここからねうまく空気が入っていかない可能性があります。なので今回はですね、底方向にもねいっぱい穴を開けました。ここにね大きな穴を開けすぎるとウッドガスをね発生させるというよりも、ガンガン下から空気を送り込んでね、ほぼストーブみたいにねぐわーっと燃やしちゃう、そういうねストーブになっちゃうんですよね。なので小さめの穴にしています。このあたりもねいろいろね実験すると結構楽しいのでね、皆さんキャンプの時はぜひウッドガスストーブ作って遊んでみてください。まあね、今回登場するウッドガスストーブの紹介はこれくらいにしておきまして、3つともね高さが微妙に違いますのでね、それぞれに合った五徳をね選んでいきたいと思います。というかこの五徳に合うストーブを選ばなきゃダメなんですよね。まずは五徳をセット。これギリギリだな、大丈夫かこれ。なんとかこのブロックにね落ちないように収まりました。この高さに合うのはこれはちょっとね無理っぽいですよね。全然ね1センチぐらいしか隙間がありませんから、そうだな、じゃあ今回はねこの一番背の低いねウッドガスストーブ挑戦してもらおうかなと思います。五徳とウッドガスストーブの隙間ってこんな感じなんですね。指が2本入って遊びがあるかなっていう感じですね。今回はですね、ただ燃やすだけではなくてね、ここにクッカーを置いてお湯を沸かしてみたいと思うんですけれども、そのためにはね燃料が必要です。どれくらいのペレットを入れると何 cc のお湯が何分で沸くのか、そういうのってね全然今のところデータがないんですね。まあ水の温度とかね外気温とかね、そういったものもすごく関係するじゃないですか。だからあまりね細かくデータを取ろうとは思わないんですけれども、とりあえずペレットはねたっぷり 100cc 分ね入れてみたいと思います。 100cc ってこんなにあります。いつもねここまで入れたことないんですけどね、ちゃんと空気が通るのかなって心配なんですけどね、とりあえずねこれでちょっと実験してみたいと思います。クッカーはね今回スノーピークのね大きいのとかね小さいのとか用意しています。ここはね大きいクッカーはねしっかりと支えられるのでね、この大きいクッカーでお湯を沸かしてみたいと思いますけれども、実際にキャンプでお湯を沸かすときにはこのね蓋をちゃんとしましょうね。その方が早く沸きますし、ゴミも入らないですよね。スノーピークの蓋ってお湯が沸くと落ちるじゃないですか。こうグツグツねお湯が沸くとただ乗っかってるだけですから、これがねパターンと落ちますよね。これってね過去動画で私出してるんですけれどもね、ここでねもう一度ご紹介しておきたいと思います。この蓋落ちなくなる方法があるんです。まずねこのハンドル、こうではなくてしっかりとねクロスさせます。そしてこの蓋のハンドルもねしっかりと出します。そしてここからねこういう風にハンドルを入れるんですね。そのまま蓋をします。これだけだと普通に蓋外れます。ところがクリップを用意します。このクリップをですね
ハンドルのこの部分ね、ここにこうやってクリップをつけるんです。そうするとこの蓋絶対落ちません。絶対落ちないですから、皆さんもやってみてください。ここにこうやってねクリップ止めるだけ。ご飯を炊くときなんかはね、これやるとめちゃくちゃ便利です。でもね、たまにこの蓋を開けて中身を確認したりとかね、それからちょっとだけね開けてコトコト煮込みたい、そういう時もありますよね。そういう時にはここではなくてここ、右でも左でも大丈夫です。今回はちょっとね右にしてみましょうか。こんな風にクリップで留めるんです。そうすると蓋はこういう風に開くけれども絶対に落ちないんですね。こうやって蓋を少しだけ開けてね、コトコト煮込んだりとかね、そろそろ大丈夫かなと思う時に、中の様子をね見たい時にちょっと蓋を開けたりね、そういうことができます。このクリップとハンドルをねこういう風に全てクロスさせるとうまくね蓋をコントロールできますのでね、皆さんもぜひお試しください。まあでもね、今回は実験ですのでね、蓋をしないでそのままの状態で中にお水を入れてお湯を沸かしてみたいと思います。まずね火をつけていきますね。はい、五徳の上から見るとこんな感じになっています。水の量はねこれぐらいにしました。約 300cc ぐらいですかね。今ねほとんど透明な炎が出てるんですけれども、あんまりね強い炎じゃないじゃないですか。アルコールストーブにちょっと似たねゆらゆらするようなね炎ですからね、ほんの少し風が吹いただけでねぼーっと全部横に流れちゃうんですよね。それがちょっと残念かなっていう気がしますね。ほら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 ね、まだまだ沸騰はしませんけれども、だんだんね湯気が上がってきました。まだ沸かないですね。でもね小さい泡がね少しずつ見えてきましたね。はい、相変わらずですね透明な綺麗な炎が出ています。クッカーの中といいますとこんな感じですね。まだ沸騰には遠いですけれども、もうちょっとかなってとこですね。あ、とうとう火が消えてしまいました。クッカーの中はこんな感じ。もう一歩というところでしたね。あ、でもね、味噌汁にちょうどいいくらいです。ストーブの中はね、こんな感じです。ほとんど燃え尽きてるみたいですね。はい、今ね、お湯を捨ててきました。このクッカーの裏側はどうなってるのかと言いますと、はい、当然ね、こんな感じです。この部分だけね、熱が加わってるっていうね感じですよね。はい、そして五徳の方はダメージあるのかと言いますと、全然大丈夫っぽいですよね。裏側もこんな感じ。もっとね色がね剥げるというか、このペンキがね燃えて煙が出るかと思ったんですけれども、そんなこともなかったですね。ちょっとすすがねついてるかなっていう程度です。まあ、火力もねそんなに強くなかったので、これはね当分使えるんじゃないかなという感じがしますよね。